はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。始まりましたね。4月1日から桜ガシャが追加されましたので、早速引いていきたいと思います。桜ガシャ、なんか最近イベントのたびに新しいガシャが登場するよね。これはどうなんだろうね。得なのか損なのかよくわかりませんけども。おっと、いきなりミステリーか。厳しいな、ミステリーあんまり使わない。まあレア妖怪なんでね、嬉しいけどね。さあ、新妖怪桜オロチなどが出現する桜ガシャということで、桜オロチ SS ランク、これは欲しいよね。これは今回の目玉でしょう。必殺技は時を止め妖怪プニをつなぐほど大ダメージ。何なんでしょうね。スキルは不思議の種族効果アップ、これはいいね。そして HP は669、攻撃は805ということで、さすが SS ランク、ステータス高いですね。なるほど、桜ガシャの中身、さっきからミステリーしか出ないんだけど、どうなってんだ。そしておとろし、今回パスが灼熱の容器、そしてキラコマパス。お、またキラコマ復活だぜ。ラストブシニャンパス、これはね、キラコマゲットのチャンス到来かもしれないよね。そして SS ランクは桜オロチ、なるほど。 S ランクに、なるほど、なんかまた新しい妖怪結構追加されていますね。あーっと、天下無双か。桜満開大作戦、4月15日まで新イベント始まりました。 SS ランクのホテイソン、これはガチャにはなかった妖怪ですね。ステージゲットでしょうか。あー、村正、必殺技は攻撃力アップ&フィーバーゲージを溜まりやすくする。これはまたすごいの現れましたよ。スキルは自身の妖怪プニを出やすくする。これはあれだね、オビラニャンとかメビラニャンと同じパターンだね。そしておっと、ステータス高いぞ。 HP754、 攻撃が721、すげえな。また隠しステージには七福神の一人ホテイソンが登場。おっと、来たぜゴールドのウィスパー、来い。何、なんせ A ランクなんだ、ゴールドのウィスパーなのに、こんなのありか。ちょっとこれは納得いかないよね。引きます。ちょっと今回のガチャやばいです。イベントでは3つのチームに分かれて手に入れた桜の総数を競うよ。なるほどね、なんかまた渋いチームだけどね。だいたい花坂が人気そうだな。あー、出ない、赤いウィスパー。ガシャが厳しいな。桜満開大作戦は全部で5回、いつものやつだね。あの争奪戦のパターンだよね。多分横取りとか分取りとかあるんだろうね。お、結構小刻みだね、いつもと同じように5回、全5回だね。あー、来たぜゴールドのウィスパー。 SS ランク来い。何、スノーラビー S ランク、マジか。これはほぼほぼ外れと言っていいでしょう。また今回もチームランキングの報酬1位が5000、結構多いな。そしてホテイソンからのダメージダウン、ブリー原子、なるほど。また多分ホテイソン隠しステージに登場するパターンで、むっちゃ強いパターンだよね多分ね。桜オロチないとやっていけないぐらいな雰囲気ありますけども、やばいな。桜オロチなんとかガシャで出さないと、これちょっとやばいっすね。あー、来たぜゴールドのミスパー、来て。おーっと、なんだこれ、灼熱の容器、これは微妙だ。現時点では微妙ですね。今回のガシャなかなか渋いな。
桜満開大作戦で上位に入れば、おお、これ結構報酬いいよ。なるほど、でもこれ結構上位厳しいからね。おお、来た、ゴールドのウィスパー。ゴールドのウィスパーは結構来るんだよな。あー、今これか、今これか。ちょっといただけないよね、この桜ガシャ。もしかしたらちょっとかなりやばいね。あー、マジか、冬にゃ、なかなか渋い、かなり渋い。まあまた多分来週あたり確率アップとか来るんだろうな。わー、なんとか今回のイベントで使える妖怪が出てくれないとちょっとイベントが厳しいっていうね。うん、なかなか厳しい。さあ、それではね、イベントの方やっていきたいと思います。てんてこまい、これは新妖怪だよね。ぜひともゲットしておきたいと思います。今回使っている妖怪紹介しておきます。ウラキュンタ A ランクプリチ族。今回ね、ちょっと夏木スキルの妖怪何入れようか迷ったんだけど、結局ね、ウラキュンタ使います。そしてシランプリン B ランク、こちらも夏木スキルの妖怪使います。なかなかこの2体は使えるんじゃないかと思います。そしてケイコマー S、 ケイジーロ S、 そして今回配布されたよね、これ A ランクのフユニャンエースメリケン族、勇ましでね、これ結構使えるような雰囲気あるんで、見た目かっこいいからね、なんか強そうなんで、トランプ妖怪今回使ってみました。さあ、これで好物もあげたし、夏木スキルもかけたんで、仲間にできるんじゃないかと思います。おお、冬にゃんかっこいいよね。まあ威力はどうかわかんないけど。さあ、 KK ブラザーズはね、デカプニが作りやすいので、今回のイベントで大活躍するんじゃないかと思います。さあ、どうだ、来たぜ、このてんてこまい、使える妖怪なんでしょうか。ちょっとね、そのあたりもじっくり見ていきたいなと思います。まあだけど、なんか見た目かわいいしいいよね。さあ、貢献度も貯めていきます。てんてこまい、お、若干米がこぼれているぞ。友達になりました。さあ、それではボスの花坂 G、 こちらやっていきたいと思います。おすすめレベルは45、そこそこ難しいんじゃないかと思います。さあ、今回使っている妖怪紹介しておきます。さあ、今日ゲットしたばかりの S ランクのヤマタンニョロロン族レジェンド妖怪です。こちらデカプニを作る妖怪、今レベル34で技レベル4まで上げました。これはね、非常に強力、もうずっと欲しくてやっとゲットできたので、じっくり使っていきたいと思います。そしてこれも今日ゲットしたばかりの一角ですね。必殺技は攻撃力をアップ、アップ度57ポイント、これもね使えそうです。そして SS ランクのオービナニャン、自分が消えるほど回復。 A ランクのフユニャンエース、そして先ほどゲットしたばかりの D ランクてんてこまい、ポカポカ族ですね。頭の米をぶちまけ妖怪プニを消すということで、これもね、なかなか面白い妖怪ではないかと思います。さあ、行くぜ。おっと、ヤマタン強力だよね、このデカプニは使える。今回のこの貢献度稼ぎ、花びら稼ぎ使えるよね。さあ、倒すことができました。ワイマネは113ワイマネ、初回クリアで超経験値玉ゲットです。さあ、レベルも上げていきましょう。貢献度がなかなかたまらない、これがね、ちょっとこのイベントはそれが辛いんだよね。さあ、そしてもう一方のボスもやっていきます。花保人ですね。
なんだろう、これはちょっと可愛くないね。好物が与えられないということはゲットできない、まあそんな妖怪でしょうかね。まあこの妖怪に関しては見た目的にはあまりいらないっていうかね、もうちょっと可愛い妖怪作ってほしかったような気はしますけども。さあ今回の報酬見ていきましょうか。貢献度ご褒美で、おワイマネーとかいろいろありますね。花子さんいいね、これ6500、これはもらいましょうかね。そしてこれは絶対欲しい、呪いの花子1万5000ポイントはちょっとたまらないよね。なかなか相当やり込まれるとたまらない、これは厳しい。そして KK リュック、おお3万ポイントでドリームコイン G1、 これも欲しいけど3万もたまるのかっていう感じするけどね。これなかなか、このでっかいポイント玉壊してもどうだろう、これ何ポイントだろう。あーちょっと陰で見えなかったな、なかなか厳しそうだけど。さあ花保人なかなか強いぞ。さあ山丹出せるかな、デカップに作ってこの花びらゲットしたいとこだけど、これでクリアです。何も落とさず、これでもなんか落としそうだよね。ちょっとやり込んでみたいなとは思いますけども、5つ星コインゲットです。これはちょっと微妙に嬉しいです。まあでも一角をゲットした今となっては古いガチャ回す必然性はないんだけどね。おっと隠しルートが解放されたぞ。なんだこれは、ちょっと気になりますね。そして横取りステージも現れたと、いつものパターンです。敵が攻めてきた、これはね結構ポイント稼げるんでやった方がいいよね。さあ隠しステージ、おっとこれはもしかしたら何必殺技効果を無効化してきます。なんか気になりますね、強そうです。特殊能力をうまく使う、おホテイソンここで来たか。さあ一応今回勇ましの最強メンバーで挑戦していきたいと思います。おっと好物が与えれるということは仲間にできるということだよね、これはちょっと仲間にしたいよね。轟き獅子で攻撃力アップしときの強力なアタッカーで打ち込んでいきましょうか。おっと712、強えなこれ、マジか。いつものあの3カウントで入ってくるパターン、しかも712はちょっと厳しいね。おっとやられた、瞬殺だ、マジか、厳しいです。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。